フォーマ P2102V はパナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話フォーマ端末である。新フォーマの第二弾である。NEC との共同開発に伴い P2101V の特徴はサブディスプレイのバックライト色以外は引き継がれずソフトウェアは N2051 のものがベースとなっている。また、 先代の P2101V と比較して、電池の持ちが格段に良くなり、筐体も小さくなった。外部メモリーは、ドコモの折りたたみ式のフォーマ端末唯一の SD、カードスロットを搭載している。また、携帯電話発の二軸回転構造を採用し、液晶を回転させ、ヒンジの左側に付けられたカメラで撮影できる、ムービースタイルが特徴的であった。カメラ性能は、 メインカメラが CMOS 約31万画素。テレビ電話用のサブカメラが CMOS 約10万画素。i ア,アプリは504の i 相当のものに対応している。日本電機との共同開発の結果、N シリーズとソフトウェアが共通化されたことにより、操作体系も共通化され、先に発売された N2051 とメニュー体系がアイコンを除いて共通となった。なお、 松下通信工業がソフトウェアを設計していたムーバー時代から P シリーズを使っているユーザーは操作体系が大幅に変わることになった。この機種の完成度の高さやフォーマのパケット代の安いメリットが認められ始めたことよりフォーマ初のヒット機になりフォーマ普及台数100万台200万台に押し上げる原動力になった。2003年10月31日には 新色のライトブルー、ピンクが追加された。p 2 1 0二ボルトのコンセプトは2004年6月に発売された P900 法に継承された。なお、本機種は松下通信工業からパナソニックモバイルコミュニケーションズに称号変更5発の端末となった。レッツグルーブ見つめていたい。キートゥーハーフェラーリ地球に乾杯ルパン3世のテーマ78ムロシアの踊り。 新世界より、第二楽章好きの光ワシントンポスト効果音1、効果音2、効果音3、効果音4、効果音5、効果音6、効果音7、効果音8。ありがとうございます。